今回製作するキットはタミヤのドゥカティ 900SS です。説明書は日本語と英語の2種類入っていますね。メッキパーツは綺麗ですけど、ほとんどメッキを剥がして塗装すると思います。で、これはクリアパーツですね。特に問題はなさそうです。タンクとフロントカウルはガンス目ができるので消さないといけませんね。ブレーキディスクは残念ながら穴が開いていません。ここも加工したいと思います。これはタイヤなどの付属品ですね。ネジの数が少なめです。そして最後はデカールですけど、デカールの状態はとても良かったです。比較的新しく再販されたキットかもしれません。いつも最初にするのが塗装する色を書き込むことなんですけど、なんと全部書かれていました。タミヤの古いキットの説明書って今と随分違うんですね。では組み立て開始です。まずシリンダーを2つ組み立てていきます。シリンダーが出来上がりました。そしてクランクケースも組み立てます。クランクケースも出来上がりました。ここで冷却フィンをヤスリなどを使ってきれいに整えておきます。これで合わせ目部分の形がかなり改善しました。今回はパテは使いませんでしたが、ひどい時はパテを使うこともあります。空冷エンジンの場合はこの冷却フィンの加工が完成度に大きく影響するので、ここは手を抜かずにやっておきたいところです。塗装したいメッキパーツは台所用漂白剤を使ってメッキを落としました。ではエンジンパーツを塗装していきます。サイドカバーはメッキシルバーで塗装した後マスキングし、そしてフラットアルミで塗装しました。他のエンジンパーツも塗装しておきました。ベベルギアには長谷川ミラーフィニッシュを貼り付けてみました。手軽にメッキ感を出すことができるのでおすすめです。スロットルケーブルは細いチューブに変更し、それからキャブレーターを組み立てました。ということでエンジンを組み立てていきます。これでエンジンが完成しました。空冷90度 L 型ツインエンジンがとてもリアルに再現されています。次にフレームを組み立てて、バッテリーとレギュレーターを取り付けました。そしてフレームにエンジンを取り付けていきます。マイナスネジを使ってエンジンを固定するのですが、このネジが回しにくくてとても苦労しました。そしてリアフェンダーを取り付けておきます。かなり形になってきましたね。
外装のサイドカバーはマグネット固定に変更しました。フレーム側にもマグネットを取り付けます。これでマグネットで固定できるようになりました。傾けても落ちませんね。ではタイヤを作っていきます。ブレーキディスクを穴開け加工しました。久しぶりにやりましたが、やはり大変な作業ですね。下地にブラック、次にメッキシルバーを塗装。今回はこのテンプレートを使って塗り分けてみます。問題なく塗装できていました。このテンプレートによる塗り分け、手軽なのでおすすめです。ということでタイヤが完成しました。スイングアームを組み立てていきます。チェーンはジグを作って固定し、ラインチゼルを使って彫ってみました。大変な作業ですけど、これをやっておくと仕上がりがよりリアルになると思います。ブレーキキャリパーはトップスタジオ製のホースジョイントを取り付けました。さらにボルトにはエッチングパーツを貼り付けています。塗装が終わったので組み立てていきます。スイングアームが完成しました。フレームにスイングアームを取り付けました。どんどん形になっていきますね。今度はリアサスを組み立てました。そしてリアサスを取り付けます。この造形美たまりませんね。このままだと自立できないので、先にセンタースタンドを取り付けました。これで安心して作業ができます。マフラーはメッキを落とした後接着し、合わせ目を消しておきます。この部品は一部切り欠きがあったので、プラバンとパテで復元しておきました。外装も接着して合わせ目を消しておきます。サーフェイサーを塗装して、その後ブラックで塗装しました。では外装にデカールを貼り付けます。これでウレタンクリアを塗装する準備が整いました。なるべく光沢が出るように厚塗りしました。そしてしっかりと丸1日ほど乾燥させておきます。ウレタンクリアでピカピカに仕上げたマフラーパーツ、これに吹き付ける塗料はショーアップさんのリアルクロームという塗料です。吹き付けてみると最初はシルバーっぽい感じです。でも塗料が乾いてくるとだんだん輝いてくるんです。これまでのメッキ調塗料とは一線を画す仕上がりですね。焼け色はこんな感じにしてみました。ではマフラーを取り付けていきましょう。いやー、なんというかとにかくかっこいいです。
フロントカウルのリベットを金属製のものを使って復元してみました。そしてマスキングしてフラットブラックで塗装します。次にスクリーンを取り付けました。それから7箇所スクリーンに穴を開けてリベットを取り付けました。これでフロントカウルが完成です。シートカウルにはミラーフィニッシュを貼り付けてみました。タンクにキャップを取り付けて外装が完成です。フロントブレーキホース接続部を金属線で製作し取り付けました。インナーチューブにはミラーフィニッシュを貼り付けてみました。メーターにデカールを貼り、透明レジンを流し込んで固めておきました。鍵穴部分のデカールはなかったので、他のキットの余り物を使いました。ではフロントフォークを組み立てていきます。そしてこのフロントフォークをフレームに取り付けます。さらにハンドルも取り付けておきました。これでようやく二輪になりました。次に灯火類とミラーを組み立てていきます。できました。それからそれぞれ取り付けていきます。取り付けできました。ついでにカウルステーも取り付けておきます。フロントカウルにメーターを取り付けておきます。そうしたらフロントカウルを車体に取り付けていきましょう。取り付けたらメーターからのケーブルを接続しておきます。そしてタンク、シートカウル、シート、サイドカバーを取り付けました。最後にサイドステップを取り付けます。タミヤ12分の1スケールドゥカティ 900SS 完成しました。このカフェレーサースタイル、渋くてとてもかっこいいですね。古くて組み立てが難しいところもありますが、素晴らしいキットだと思います。
ではまた次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。